ヒテンタークイブスターンの有浴天人像、薬師寺東東水園ヒテンとは、仏教で諸仏の周囲を、非公有営し、来賛する天人。仏像の周囲に描写されることが多い。その起源は、インドと言われるが、オリエントの有浴天人像が、シルクロード経由で伝わったものともされ、はっきりとはわからない。ペルシャあたりを起源とする、有浴天人は、 ゾロアスター教で空中から飛来するとされる精霊を、かたどったものともされ、タークイブスタンやパサルガダエなど古代ペルシャ遺跡にその姿が見られる。これらの表象は、エジプトやメソポタミアにも波及、イスラエルの天使やギリシャのエロス、ニケといった、有欲心像にも影響を与えた。仏教の秘典はそれらオリエントの神々と異なり、翼を持たないことが特徴である。 しかしガンダーラから西域では有浴像が見られている。多くは天意をまとった女性像として描かれるため天女とも呼ばれる。阿弥陀如来などの仏を中心に花を散らし楽を創始孔を訓じるなどして優雅に舞う姿が一般的に見られる。ガンダーラ美術にはすでにその姿が描かれており、インドではアジャンター、中国ではトンコウやウンコウの石窟寺院において、 その優美な姿を数多く見せている。日本では法隆寺魂同壁画や薬師寺闘頭水炎、平等院法王道後輩、法会寺阿弥陀同壁画などにその作例が見られる。ありがとうございます。